島猫うらら。1歳ほどの若いオスの島猫。餌場に戻ってくると母猫に威嚇されました。母猫は若いオスを避けるようにどこかへ行ってしまいました。猫は生まれて6ヶ月ぐらいで独り立ちします。1歳ほどの若いオスは母親の縄張りから出ていかなければならない年齢なのです。母親の威嚇は独り立ちを促す行動だったのです。ある日、若いオスが母猫の縄張りから出て行きました。行き着いた先は広い空き地でした。空き地についた若いオスは自分の匂いをつけるマーキングをしました。縄張りの主張です。そして近くの竹やぶに向かって大きな声で鳴き始めました。自分がいることをアピールしたのです。泣き終わるとマーキングをしてその場を離れました。猫は餌があることや安心して休憩できる場所を縄張りにします。オスの場合は他のオスがいないことも条件になります。若い島猫はここを自分の縄張りに決めたようです。